ヤッホーあっちゃんです。あっちゃんの年齢皆さん知ってます？いわゆるアラサー女子なんですけど、今32なんですけど、30過ぎるとさ、なんか女子性欲上がる説とかよくあるじゃないですか。あれのちょっとリアルな話というか、まあ私の性欲について私の性欲について、あの話して、まあちょっと、ああこういう心得ね的なのを知ってもらいたいなと思って、まあ単純にちょっと私の欲望みたいなとこばっかり入ってくるかもしれないんですけど、いやまずさ、本当になんか、なんていうのかな、本当にあーちゃん、まず20代の時、その現役だったから、AV の現役だった時とかも、まあ、AV 撮ってたから、まあ、それ、当然定期的にするじゃん。するし、まあ、いろんなプレイあるから、確かに、それで、まあ、収まってたのかな、みたいな。いちいちそう、うわー、そろそろ、なんかまずちょっとそろそろ溜まってんな、みたいな感じはあんま感じたことなかったんですよ。現役の時、20代の時ね。けど、30過ぎて、本当なんか、性欲、すぐ溜まるな。解消はするじゃん。それはもうソロ活だろうが、普通にセックスだろうが、解消はするじゃん。人妻ではないけど、まあそのラインじゃんも、言っちゃえば子供もいるし。それをね、満足させようとかって思った時に、男の人って、その、要は、性欲あり余ってる女子に対して、どういう感じの心持ちなのかな、みたいな。逆に気になることもあるんですけど、あーちゃん的にはなんかこの辺、なんかこう、こういう心持ちでいてくれると、いい感じのエッチなライフを送れるんじゃないかな、みたいなのがあって。あーちゃんが求めるだよ。もうほんとこれあーちゃんが求めてるやつだよ、マジで。ほんと、ただただお前の性欲の理想像じゃねえかって話で終わっちゃうかもしれないですけど。まず、まあ、テクニックの前に、なんかモチベの問題で、もうワンチャン海水とか言っとく。これでも言ったらマジでほんとゾンビ狂るかもしれん。理想回数で言ったら、朝一、夜一。いや、無理だよ。なんか、無理なんだよ、きっと。時間とか考えたら無理と思うんですけど。朝一、夜一が理想回数だな。単発でいっぱいできる人とさ、長期一回戦の人といるじゃん。若い時は単発で何回もした記憶もあるんですよ。一日何回できるかな、みたいな。尋常に勝負みたいな。でも、その間の一回の長さって、めちゃめちゃ短い記憶なんですよ、あちゃん。なんか、マジみこすり半ぐらいのやつとかもあったし、逆によくそれでいけたの、みたいな。ぐらいの短さのやつの回数いっぱいみたいな。大人になるとさ、別にその回数にそこまでこだわらなくて、満足感が高いエッチがしたい感になるじゃん。そんなに回数にはこだわってないんですけど、ただ朝のムラムラすごいのがあるんで、朝一できたらめちゃめちゃ嬉しいのと、セックスできない時はじゃん、朝一オナニーは全然するんで、それなりに解消できるけど、ただなんかその相手がしっかりいるってなった時に、性欲お化けの私的には、その体力がある人がいい。その体力とそのモチベを持ってる人とかだと嬉しいな、大人の男子でね。いいなと思います。本当に。え、マジでこれあーちゃんの願望ばっかだけど大丈夫そう。テクニックとかなってくると、まあ若い子向けの話ではないよね、多分ね、これね。多分むしろおじさんたちが奥様だったりとか、お付き合いをしてる年代の人とかだったりとかのライフに合う話かなとは思うんですけど、せっかくいい年こいてるからさ、いろんなことしてみたいじゃん。あんまり、なんか若い時って、こういうことしてみたいけど、なんか彼氏に言ったら、なんかこう惹かれるかなとか、逆に女の子に、まあ彼女にね、彼女に、実は俺こういう願望あるんだけど、こういうこと言ったら惹かれるかなとか、ちょっと考えがちじゃん、若い時って。大人になったらさ、なんかそういう思考も別になんか良くないって思ってるタイプなのね。なんかこういうプレイしたいとかを通常でこう伝え合えるモチベの持ち主募集中です。やっぱりあーちゃんは元 AV 女優だから、プレイに関しては少なからず普通の人よりはいろんなことを知ってるじゃないですか。AV でやったけど、AV の時そんな気持ちよくなくて、なんかむしろ今だったらプライベートでそれしたいなみたいなのとかも実はあったりするんですよ、これが。あるんだけど、なんかそれも、フランクに言い合える、このモチベとかが持っててくれると、いいですよね。なんか大人の特権くない？それ。あ、じゃあなんか別にちょっと軽くちょっとやろう、みたいな。ちょっとそこまで行こうよぐらいの感じの、あんま、恥じらいは大事だとは思うんですけど、けどなんか、したいこととか、したくないこととかを、こう常にこうなんか、コミュニケーション取れる、セックス感のモチベっていうか、そういうのがあると、30オーバーの女子はちょっと、ときめきを忘れないでいられる。なんか、ドキドキ感とかを、なんか、こう、なくさないでいられるって言ったらいいかな。いい年越えた人たち、男性にね、同じことやってても、こっちつまらんのよ。若い子だったら、全然それいいんだよ。あ、だってまだ経験ないよね、で進むじゃん。ある程度。けど、いい年こいて、それなりに
だって何十年も生きてきてるわけでしょみたいな。いや、童貞はしょうがないよ。もうこの際、童貞はしょうがないけど、じゃない人たち。いい加減、いやもう出せば終わりみたいなセックスはやめましょうみたいな。出して終わりみたいな、そのつまんねえなんか発想のセックスはもういい加減やめませんみたいな。そうじゃない、やっぱ人が多分、いつずーっと奥様も多分キラキラツヤツヤでいるし、彼女とかも多分ずっとツヤツヤでいたりするじゃん。やっぱ、まあ、生き生きしてたり若々しいとか。多分絶対セックスライフが充実してるおじさんおば様の方が、絶対キラキラツヤツヤしてると思うんで。なんかそういう、感じで思考を持ってて欲しいなと思いますね。その20代の時にいわゆるだから、まあ、ソロ活オナニーとかってそんなに本当に全然興味がそんななかったんですよ。この年になるとさ、急にマジで急にムラムラ襲いかかってくるんですよ。オナニー10秒ぐらいでいける技を逆に駆使したい。そんな暇じゃないし、まあ、時間の余裕もなんか環境の余裕もないわけじゃん。よし、思い立ったからセックスしようとか、思い立ったからエッチってオナニーしようとか、その単純な話にはならないから、できないんですけど、でも、いや、マジで、それでもしたい時ってあるじゃん。30秒、ほんと、でも、それぐらいの感覚で、オナニー完結することができるようになっちゃって、まあ、そのおかげで、なんか少なからず、外で発情はしてない。これ30過ぎたからなのか、あーちゃんが単純に何かの蓋が外れたからなのかよくわかんないんだけど、困りもんですな、本当に。まあ、でもね、セックスに関しても、序盤にも言ったんですけど、回数よりもやっぱり一回満足型なんで、早漏はダメだな。それだけは単純に言えるわ。マウントかけたみたいになっちゃうんですけど、30過ぎいただきゃ早漏は無理。もし、ソロさんで、今傷ついた人は、ソロ直せるから、相談しに行った方がいいと。いや、かといって、じゃあ、治療はって言われるけど、でも、ソロか治療だったら、今の私は多分治療の方が、まだ合ってる。いや、もうほんと性欲お化けなんですよ、マジで。この一人会話でね、一人語りっていうの。お一人様でこうやって喋ってると、どんどんモワモワしてくる。一緒にこう、会話みたいなノリで、こういうの好きな人いるとかさ、そういう感じでさ、なんかこう、話せればさ、こうやってこうだよねとかってめっちゃ言えるんだけど、性のことばっかり考えすぎて、ほぼほぼほぼしてるんで。ちょっとこれ、あれだわ。ライブ配信しよう。ちょっとそれで性欲お化けの話しよう。完結はしないけど、しませんか。したいと思うので、次に回します。ちょっといただき今日もわもわしちゃうんで、これ以上ちょっとやばいので、やめさせてください。ということで、あんまり話まとまらなかったんですけど、ライブ配信に逃げるっていう話で、よろしくお願いします。コメントは、自分の性欲はこうだよみたいなの置いといてください。ライブ配信で喋れるかもしれないので、置いといてください。あとはチャンネル登録と通知、いつも通り、よろしくお願いします。ではでは。話まとまらなくてすいませんでした。じゃあね。